い、着きました。本日のお宿でございます。今のところね、お客さんがいる感じしないんですけどね。ただ思いのほか綺麗では、入ります。はい、お部屋着きました。うん、すごいいいです。こんな感じですね。広い角部屋で、バルコニーもついてて景色もいいですよ。いや、ここは安いぞ。4000円だもん。で、白濁の温泉なんですよ。白濁温泉だから選びました。では温泉入ってきまーす。風呂の前なんですけど、硫黄の匂いが半端じゃないです。この匂いもお届けできたらいいのに。では入ってきます。これは楽しみですよ。ヒノキの風呂の方が今入れないみたいですね。まあ十分十分、全然です。風呂上がりました。いやー、すごかった。硫黄の匂いとね、あと暑かった。もうね、完全に当たりですわ、こちらの宿は。ぜひ、もう先に言っておきます、中禅寺湖日光近辺でお安く温泉だけ味わいたいというような方いらっしゃいましたら、こちらの宿で本当おすすめです。ぜひ来てみてください。ではこの後、鬼門の晩飯探しですね。居酒屋さん、もしくはレストランが果たしてやってるのか、平日のこの時間帯に行ってきます。はい、では行ってきます。あるのかな、お店は。楽しみですね。一回八ヶ岳かな、どっか行った時お店がなくて本気で困った時あったんですけど、まあその時よりも時間早いし、あるでしょうね。やーべえ、やってる感じがしないですね。ちょっと左気味に映ってます。今ハイビームにしてるんで、こんな感じですよ今。うわー、いいね、風情の塊ですわ。いや、本当に店ないですね。これはピンチですよ。真っ暗。ああ楽しい。唯一やっているだろうと思っていたお店ですね。が、あと5分かな。5分でオープンなんですけど、真っ暗なんですよね。で、お寿司屋さんも有名なのがあったんですけど、そちらも閉店してましたね。今日はやってないみたいですね。いよいよピンチです。なんと開店10分前にですね、電気つきました。先ほどのお店ですね。いやー、これはじゃんけんで酒飲めない人、運転手決めだな。では行ってきまーす。申し訳ないですけど、じゃんけんで勝ちましたので、いただきます。では宿に戻ります。寒い。はい、到着しました。
酒飲みたいところですけどね、少し休憩してから温泉入りので、その後に酒をまた飲もうかなと思います。まだちなみに7時ちょっと過ぎですね。長いよ夜は。ゆっくりしまして、先ほどですね温泉入ってきました。あー暑い、ほんとここ、もう気持ちよかった。外が重いのが寒いからね、ほんと気持ちよかったっすね。じゃあ酒でも飲むかな。はい、では晩酌しましょうかね。氷結の新しい味なのかな。氷結あんまり好きじゃないですけどね、買っちゃいました。いただきやっさ。やられてたってこっちの方がだんだんその他の男の子、はいはい、携帯見ちゃってみたいな。違う。おはようございます。朝8時です。雪がやばい、ほんとやばい、すっごい降ってる。チェーンを履かせなきゃいけなくなる。とりあえずお風呂入ってご飯食べて考えます。見てください、雪こんなんですよ。これで今からここでチェーン履かせないと山越えできないですね。では恒例のお見せしていただきます。本当は朝食があったんですけどね、朝食バイキングとかじゃないので、朝起きれるか分かんなかったので、昨日の時点で朝食はなしとお伝えしております。いただきます。はい、チェックアウトしました。もう雪がやばくてチェーンつけるのもね、数年ぶりだったのでなかなかできなくて、スタッフさんが手伝ってくれてなんとかチェーンをつけることができました。今おそらくね、これ中禅寺湖に 2,30 センチ積もってるんですよ、雪が。やばいんですよね。で、この後いろは坂を通って、今日まだ宿予約してるんですよ。栃木県の湯西川温泉に行かなきゃいけないんで、怖いなーっていうところなんですけどね。ではですね、この辺で、中禅寺湖編は終了させていただきます。この後は湯西川編でお会いしましょう。概要欄に、URL 貼っておきますので、よかったら続きですね後日アップしますんで、ご覧ください。ではまた次回、バイバーイ。着きました。どうですかこの景色。この景色も見たくて湯西川温泉に来てるのはありますね。この川沿い、かやぶき屋根の